スポーツ大学へ、イェーイ、どうぞよろしくお願いします。お願いします。本日のテーマ発表します。はい。ついに、相澤晃指導、ゴールデンゲームズ、in 延岡。はい、はい、はい。来たぞー。来ましたね。おうか。おう。まず C 組から。はい。はい、お願いします。こちらです。こちらです。ドーン。よっしゃー、来ました。はい。すげえな、メンバー。C 組からこの豪華さ。そうなんですよ。何ですか？素晴らしいですね。外国人選手もね、うん、もう、ブルア選手、キサイサ選手、キプチルチル選手とかね。あ、キプチルチル選手も。二人ともよく噛めずに言えますね。学生のね。高校生だもんね。そう、注目選手。すごいね、ほんとだ。この中で、どうちゃんよし、注目の選手を。はい。はい。やはりですね、うん、石原翔太郎選手。ああ、東海大学。はい。うん、ここに来ましたかと、C 組に来ましたかというところで、やっぱりね、ここの選手、やっぱ強い選手いっぱいいますけど、うん、はい、もう大学ナンバーワンを目指してるね、うん、石原選手からしたら、ここはちょっともう上位に、1位、2位ぐらいまでは来てほしいなという希望がありますね。うん、なるほど。やっぱ東海大学のエースでありますし、はい、もう引っ張っていく存在になってますから、うん、まあ、木曽選手もね、一緒に出るということで、なるほど、もうね、東海2人がね、どこまで食い込めるか、なるほど、がすごい楽しみですね。うん、なるほどですね。はい、わかりました。じゃあ、どうちゃんは？僕はですね、うん、いっぱいいますよ。はい。こう見ると。その中でも。ただ、うん、その中でも注目に挙げたいのは、うん、まずはヤクルトの、うん、荻窪選手。おう、うん、こちらがちょっと意外じゃないかなと思いますけど、荻、うんうん、窪選手ね、城西大学なんですよ、出身が。推しのね。はい、僕の推しの。うん。うん、で、岸辺監督の教え子なんですよ。はい、はい。そして、全日本大学駅伝1区区間賞取ったことあるんですよ。うん、で、まあ、箱根駅伝はね、そんな、うん、まあ、素晴らしいっていう成績はないんですけども、うん、それだけね、荻窪選手ね、城西大学の中でも注目のランナーだったわけです。うん、その方がヤクルトに行って、まあ、少し伸び悩んでることはあるんですけど、まあ、力を出せば強いんじゃないかという選手です。なるほど、なるほど。だからこの大木久保選手がね、何位に来るかをね、うん、ちょっと僕は見てみたい。なるほど。っていう感じですね。で、他には鬼塚選手とか、はいはい、小上ノルダの米光選手、はいはい、はい、トヨタ防食の小野田選手、うん、はい、まあ、こういった選手たちもね、うん、以前箱根をね、賑わしてくれた強者ですから。そうですね。まあ、この人たちもいるっていうのはちょっとね、うん、すごいですね。そして高校生のキプチルチル選手。来てますね。クラシック高校。前回までね、キプラがアート選手という選手がね、うん、クラシック高校にいましたけど、うん、その人とどうなのかっていう比較がされるでしょうね。そういうことね。このメンツでどこまで力出せるのか。はい、うんうん、ダンカン記者さんもいますね。ね、あとね、はい、駒澤大学の青木選手、山田選手も来てます。ああ、いますね。はい。ここら辺もね、どこまで食い込むか楽しみですね。こう見るとね、箱根駅伝ですごい走ってた人ばっかりよね。ね、難波選手もそうですね。東映ネックのね。東映ネックの難波選手ね。うんうん、そうですし、平選手もそうですし、うんうん、だ C 組から本当熱いんですよね。いや本当ですね。大太郎さんがね大好きな旭化成のモゲニ選手も、うん、そうですね、うん、なんか他のやつもいいか一応ほら旭化成っていうと宮崎じゃないですか。そうですね。これ延岡であるでしょ、地元、はい、だからちょっと僕有利じゃないかな。なるほど、うん、そういう意味を持って、うん、あ、確かにそれはある、うん、ホームです、ね、モゲニ選手はあるよ、うん、そういう意味では力あるからね、うんうん、確かに、なるほど、うん、はい、はい、じゃあ、はい、それでは B 組いきたいと思います。はい、 B 組いきましょう。こちらです。ドンドン、おお、はい、こちら、お、なんかちょっとしかいないように見えましたけど、そう、悲しいですね。申し訳ないです、外国人がめちゃくちゃ多くて、ちょっと入りきらなかった、はい、など23名あ、なるほどです。はい、そういうことか。こんな感じですね。やっぱエゴン・ヴィンセント選手いるんですね。書いてもらえなかった外国人かわいそうやね。そうなんですよ。あと22人いますから、ね、まだ22人ですから、ね、多すぎてもうごちゃごちゃになっちゃう。そっから優勝とかここのトップ出てこんめんね。ね、まあいいや、出てくるかもしれないですよ、はい、まあ可能性ありますね。ただイエゴン・ヴィンセント選手は外さなかったと。もうちょっとやっぱ注目、まあ、我々やっぱね基本大学駅伝メインでやってますから。まあ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 、そうですか、はい、ヴィンセント選手注目ですからね。じゃあ先ほどと同じようにちょっと注目選手聞きたいんですけど、どうちゃんからいきましょうか、ね、はい、はい、どうぞ。ここはね、うん、日本人選手も意外意外とね、素晴らしいメンツがいるんです、うんうん、素晴らしいメンバー揃いましたね、うん、でその中でもね、坂東選手、松枝選手、塩澤選手、うん、同じチームなんですけど、はいはい、僕はね、これ GMO の村山浩太選手に注目したい。なるほど。つい最近したつい最近で今シーズンですよね、うん、はい、その前まで旭化成にいました。ああ、旭化成ですよ、ね、あの旭化成にいて1万メートルの日本記録も出したんですよ、相澤選手に抜かれるまで、うん、なるほど。その選手が飛び出して、うん、その強いね
順風満帆な社会人の旭化成というチームを飛び出して、はい、今からだろうという GMO というチームに行きました、ね、しかも双子のね兄弟がいる、はい、あのお兄さんね、うん、健太選手がね、うん、残して、まあ、残って、はい、そして村山浩太選手だけ飛び出て、うん、GMO に移ったんです。なるほど、ね、でこの GMO はね青山学院大学の OB じゃないかというぐらい、うんね、青山学院大学の OB で攻めてるチームなんですけど、はい、そこに入ってね、うん、走るんですけどね、うん、多分もう主力ですよ。そうですね、うん、もうナンバーワンかそのぐらいの位置につけられますよ、ね、でそういう意味で心機一転という意味でですね、うん、めちゃくちゃいい走りするんじゃないかなと。なるほど、またその花田監督にやっぱりこう見せるんじゃないかなと思いますね、うん、この走りを、ね、いうふうに僕は思ってます。わかりました、はい、じゃあヨッシーの注目でしょう、はい、お願いします。僕はですねやっぱりねイエゴン・ヴィンセント選手こちらですね、うん、もうね、ちょっとやっぱり今回あの金栗記念が、うん、3位だったのかな、うん、あの塩尻選手とかに負けちゃったんですよね、うん、だから今回ですねこの坂東選手松枝選手っていうね、うん、社会人ではめちゃくちゃ強い、強い、ね、5000m の強い選手相手に大学生のヴィンセント選手がね、うん、どこまで、まあ、勝てるのかというかね、いやどうそのトラックでね、うん、ヴィンセント選手がね、うんどうなのかがまだみんな分かんないよね。ねえ、やっぱ駅伝に強いイメージが強いですから、うん、ロードは強いのは分かってるんだけど、うんうんうん、であと川瀬選手もいるんでね。そうですね、うん、ホンダの、うん、そういう意味ではねやっぱりイエゴン・ヴィンセント選手か川瀬選手か、うん、ね松枝選手か坂東選手かってみんな思ってあると思いますけど、うん、これは面白い戦いになります。ヴィンセント選手が1位になるかどうかですね、うん、でもなんか1位のイメージがありますね。まあまあ、そうですね、爆走すればヴィンセント選手なんでしょうけど、うん、まあね坂東選手も強かったですから日本選手権ね5000だとね、うん、ちなみに僕は、塩澤選手あ注目してます。ああ、東海大学ね。三本柱が三本柱の旅立っていった塩澤選手です、ね。去年、ね、まあ変な意味名取選手と西田選手出てない。そうですね。あそう考えると、うん、塩澤選手だけです。いやちょっとね、うん、楽しみなんですよ。なるほど。わ、うん、かりました。はい。はい、それではね一番二人に行きたいです。うん、A 行きましょう。A 組。A 組、はい、最終組ってことですね。そうですね。はい、はい、こちらです。ドン。おお来た。はい、この人が来てます。このメンバーすごいですね。このメンバーすごい、本当に。どうですか？もうね、豪華すぎます。まあやっぱりね、相澤選手、今年、ねうん、初めての。まあここにね、一番思うのは、まあちょっといいですか、先に、はい。大学生が多いよね。そうですね。ああ、なるほどね。そして大学生にほぼほぼ有力ランナーがいるよね。そうなんですよ。ほとんど、うん、特に国学院藤木選手、うん、城西砂岡選手、うん、日体大藤本選手なんか、ね、もうエースじゃないですか。エースみんな揃えましたね、うん、ここエースは揃えましたここは、うん、で駒澤がこの最強2年生5人組でしょ来ましたね。根深くいますからね。で明治はもうタイムがね素晴らしい選手ばっかり。鈴木清人選手もね金栗記念良かったですよ、ね、良かったですね。牛場選手も、まあ、1500でね、うん、頑張ってる選手なんですけど、うん、はい、そう考えるとねいいメンバーってか面白い戦いになるんじゃないかなと思います。ですね、はい、確かに。じゃあ注目選手、まあ、たくさんここは注目選手いますけども、ね、その中でもエリス作ってください、じゃあ吉井から聞きましょうかね、はい、お願いします。やはりですね、うん、相澤選手あ言わんといかんやろね。そうなんですよ。これはそうですね。これ 5000m に来てるわけじゃないですか、うん、日本記録狙ってるんじゃないですか、うん、なるほど ね大迫選手の日本記録をここを塗り替えに来てるんじゃないかなと思うんですよ、うん、はい、まあ、やっぱ 10000m で日本記録出しましたからそうね、はい、ここ全然狙ってきてると思います、はい、であと阿部裕樹選手の対決もやっぱ楽しみですね。見たいね、はい、ここも非常に楽しみ、はい、あともう一人いいですか。洛、はい、南高校の佐藤啓太選手。ああなるほど、うん、この選手も、うん、あの石田選手石田康介選手の高校歴代1位の記録、うん、そこを塗り替えに来てるんじゃないかなと思いますよ。まあ確かにね、これだけいいメンバーで走りますから、うん、まあ交代は絶対出ると思うんで、いや多分日本新記録を狙っていくと思うんですよ。そうですね。でその人たちにこの佐藤健太ついていったとしたら、うん、ありますよね。あります。更新石田君の記録を。楽しい。石田君超えが。そこが見ものですね佐藤君は。そうですね。唯一高校生、まあ、あの外国人選手じゃないですよ、うん、日本人では唯一高校生の出場なんです。そうですね、うん、ということですね。わかりました、はい、じゃあどうちゃん、はい、お願いします。僕はですねちょっといっぱいいるんですけど、うん、まあちょっとポンポンポンと軽くいきたいと思います、はい、まずね、うん、第6の選手相澤選手に隠れてますけど、はい、非常にスピードランナーです明治、うん、元明治大学、うん、まずこの選手に注目したい、はい、あの1万メートルも強いです、うん、そして次に GMO の近藤選手、うん、これは頭がいいです。東京大学、ね、東京大学です、うん、はい、ですからねあの人の走りも期待したい、はい、5000ではね確かいい記録持ってんじゃないかな、うんうん、はい、そしてね、右側に行きますけどね
日体大の辻本選手。はい。うん。この選手はね、大学生の中でも 5000m はめっちゃいい記録持ってるんですよ。うん、持ってますね、うん。確か2位かなんかじゃないかな。そうでしたね。持ってるんですよ、うん。3年生ということもあって、うん、まだまだね、あの伸びしろもあるかなと思います。うんうん、はい。そして最後、はい、安川電機の小垣義選手、はい。この選手ね、よく出てますね、こういう大会に。そうですね。あの、極めつけの大会によくいるんですけど、うん、地味って言ったらあれですけど、ちょっと影に隠れてね、最終的にポンって出てくるような、蓋を開けてみれば上位にいるんだな、みたいな。うん、選手なんですよ。トラック強いっすよ、ね。強いし、ロードも強いよ。うん、ロードも強い。ハーフマラソンも強いけん。なるほど。この前良かったけんね、うんうん。そういう意味ではね、小垣雄選手もトラックも強いから、うん、あの、相澤選手との戦いをね、うん、みたい。なるほど。で、この相澤選手にね、やっぱ対抗できるって考えると、阿部寛樹選手じゃないかなって僕も思います。ね、幼馴染みっていうのもあって。幼馴染っていうのもあって。これ、ね、伊藤達彦選手いればね、ね、また面白かったんだろうけど、あの、阿部君だと思います、ね。で、やっぱ佐藤圭太君も僕も注目してますね。はい。高校生がどれだけ大人を相手にできるのか。ね。カロキ選手どうなんですか？あ、それ。うん、いいとこですね。カロキ選手ですよ。まあ、引っ張っていくんじゃないですか。一番、まず飛ばしますよ。そうですね。ああ、なるほど、うん。この方に何人がついていくかですよ。うんうんうん。だから、相澤君がついていけるかですよ。そうですね。なるほど。ついていったら相澤君ですよ、もう。で、日本記録もあるかと。うん、あるかと、うん。うん。見たいですね、日本記録。見たいですね。ビタンカロキ君はね、うん、あの飛ばす。カロキ君じゃなく、ビタンカロキはね、飛ばす、絶対。ね、もう先頭走って飛ばす。そうですね、うん。それはもうやってほしいですよ。まあそのために選ばれたんじゃないの、うん、だと思いますよ。この最終組に、うん。うん。なるほどね。もう牽制し合わないようにっていうところもあるんですかね。そうね、うん。いい選手いますよね。いや、本当に豪華ですからね。鈴木隆人選手もね。一人一人もう紹介できるぐらいね。本当ですよ。全員言いたいですもんね。全員言いたいです。ゼブキ君もね、ゼブキ君もいるし、唐沢君もね。ここら辺の5人組はね、本当すごいですよ。すごい。今後の箱根のね、区間配置を考える上で、もう重要ですよ。確かに、この5人のね、うん、あの力関係もちょっと分かりますね。見たいですもんね。うん、調子関係を。そうですね。うん、そのコンディション関係を見たいです。明治のね、手島くんとか。あ、そうだ。鈴木くんとか。鈴木くんとかいるね、うん。そうなんですよ。ここが明治はでもね、タイムよく出すでしょ。だからここもね、しっかり出してくるでしょうかね。出してくると思います。なるほど。はい。いやでもね、先ほどもですね、タイトルコールでも言いました。はい。相澤選手、まあ、あの、シーズンスタートって感じですけども。うん、どうですか今シーズンの相澤選手。ね。どういうふうに予想します？やっぱニューイヤーに出れなかったじゃないですか。それだけですからね。そうなんですよ、まあね。もう結構空いてますからね、うん。ここで日本記録をね、出してほしいと思ってますけど、うん、どうなんですかねこの、まあ、ブランクというか。まあ僕の走りですけど。これが東京オリンピックの選考会だったらまだわかりません。うん。だからこれ、in 延岡の方で、まあ、吉野は地元の旭化成ですよね。はい、だから、まあ、出たっていうのもあると思うんです。はいはい、戦の調整として、なるほどそういう可能性はあります。うんうん、はい。で、もし、5000のね、めちゃくちゃいい記録を狙うんであれば、うん、多分、空振り綺麗に出てたと思うんですよ。でも、これを外してこっちに地元の方を選んだってことは、まあ、調整もあるんじゃないかなっていうふうに。調整の可能性もあると。僕は踏んでますけどね。オリンピックではもう一番でしか、やらないということだみたいですね、はい、うん。そういう情報を聞いてますね。なるほど。もう5000は捨ててるんで、うん、調整の場と思いますね。なるほど。ってことは日本新記録を狙うってわけじゃなくってことですか？いや、狙うかもしれませんけど、うん、その狙う分だけの自分の今総力があるのかとか、うん、そういうことを試すんじゃないかと。なるほど。ビタンカロキについていけるのかとか、うん、そういうことを試すんじゃないですか。うん、で、調子よかった、走って調子よかったら行くんじゃないですか。なるほど。まあ、その臨機応変に行こうかなっていう感じですかね。そうですね。で実はね、この黒崎播磨の田村くん、田村和樹選手の弟さん、はい、この人も強いですよ。強いですよね。結構レースも、いろんなレース出てくるじゃないですか。ね、もう僕もちょっとね、見落としてましたけど、この選手早いですよ。特に福岡黒缶は強かったですからね。そうですね。はい、毎年強いですね。毎年強いです、黒缶は。うわ、楽しみですね。はい、だから相澤選手ね、ほんとね、そういう意味ではね、まあ、本気モードなんでしょうけど、うん、記録を狙わなくても別にいい大会なんですよ。うんうんうん、そういうところで記録を狙ってくるっていうのをですね、僕は見たいですけど。見たいですね。いや、まあ何よりも怪我明けでね、うん、あ、やっぱさすが相澤選手だなと思う走りを見せてくれたら、確かに確かに僕はいいかなと思います。まああんまね、負けてる姿見たくないと思いますね。はい、うん。ただ分かりませんね、怪我明けだから、うん。でもツイートしてたんですよ。今回このゴールデンゲームズインの時は出場するってもう言ってましたから、うん。なるほどね。まあやる気はあるんじゃないですか。あ、そう。なるほど。まあ仕事っていうのはあるからね。それもそうですし、調整ならそんなツイートしないかもしれないですね。確かに。確かにそうですね。旭、うん、化成が延岡ですからね。ね、はい。それでは地元中の地元です。旭化成延岡なんですね。延岡にあるんですよ。宮崎市と思ってました。わかりました。はい。いや本当にね、
このゴールデンゲームズインド病が楽しみでたまりません。はい、ぜひ応援していきましょうね。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。